万能川柳は、1991年11月5日に、毎日新聞でスタートした川柳のニューウェーブである。正式には、中畑流万能川柳と呼ぶ。日本を代表するコピーライター、中畑隆が、全国から送られてきた、トークハガキの中から18句をピックアップして長官に、連日掲載している。最優秀作品には、週一作として、 ニコニコマークが付けられる。秀逸作品の中から月ごとに、月間賞3区と月間大賞1区が選ばれる。さらに、月間大賞区12区の中から、年間大賞、年間準大賞が、それぞれ1区ずつ、月間賞区36区の中から年間特別賞3区が、選定される。年間の各賞受賞者は、毎年5月に東京と大阪で交互に開かれる。 共運者の集いで中畑から表彰される。作品に対する課題やテーマなどはなく、作句の内容はトーク者の自由である。入選句は、節操を鋭く風刺したり、人生の喜怒哀楽を率直に表現する作品が、ほとんどである。また、新聞流談ということもあり、悔いのわかりやすさも特徴の一つと言えよう。なお、十八句目は、 学やネタなどが掲載されることが多い。毎月約1万通のハガキが寄せられ、新聞流団のトーク数としては、全国一これを中畑が一人で選定する。トーク者やファンの交流、親睦を目的とした、交流誌、中畑流番号千流、ファンブックを年4回発行。全国各地で万流の名を冠した、交流会が開催される。略称は、 満流。2019年2月12日の毎日新聞の新聞休刊日に、スポーツ日本が、中畑流万能川流を掲載した。万能川流はもちろん、俳句や一行詩、コピー帳などなど、万能鍋のように何でもありの川流欄ということで、命名されたと言われるが、戦者である、中畑隆の親友でありコピーライターのライバルでも、ある。 伊藤石月里の一万流コピー塾を意識してのネーミングという説もある。現在は万流というニックネームで親しまれているが、スタート時からしばらくは万千と呼ばれていた。そのため今でも古いトーク社の中にはこう呼ぶ人がいる。1995年6月の月刊賞の表で選者の中畑が万千から万流にしたいと宣言。 理由は、川柳の一桁上、10倍の広い心で選び、楽しみ、交流したいとの思いから。ちなみに年に一度開催される、万能川柳の全国大会、共運者の集いというネーミングは、当時中畑広告製作所にいた、コピーライター、賀谷兼正の作である。万能川柳には、オリジナルの特典制度がある。周一は5点。 週一以外の入選は1点で加算していき、50点になると、1日指定席を獲得し、新作3区紹介できる。1日指定席の後には、新たに0点からスタートし、新作1区を一回り大きな文字で紹介してもらえる、100点招待席が用意されている。これら、指定席、招待席への掲載は、自己申告制である。 2012年10月現在、1日指定席作家が558人、100点招待席作家が約2 1 0人いる。1996年から年間賞受賞者の表彰式を兼ねた、幸運者の集いを年に1回、毎日新聞東京本社と大阪本社で交互に行っている。毎年200名程度の参加者がある。最近では、 共運者の集いの一コーナーとして、中畑流万能川流大区会と銘打った、川流区会が行われている。2018年で3回目を数える。それ以前には、1992年11月1日に、東京、池袋のメットホールで毎日新聞の新聞革命1周年、記念イベントとして、万能川流の会が開催された。 中畑とコラムニスト天野祐吉とのトークショーを中心にしたプログラムで500人が集まった。現在、全国各地で満流の名を冠した交流会が定期的に開催されている。北海道、静岡、埼玉、東京、神奈川、大阪、岡山、福岡などで活発に活動しており、2009年10月10日に福岡市で開かれた満流九州。 山口の集いには、戦者の中畑が10年ぶりに参加し、地元ファンらと交流を深めた。これらの団体の同行を、中畑事務所及び、毎日新聞社は、ある程度把握していると見られるが、実際に、中畑事務所及び、毎日新聞社が公認している団体は、毎日文化センター東京の、笑って上達。中畑流版の汚染流区会と、優しい。 楽しい。中畑流万能川流区会のみとされている。1993年11月、万能川流を通じて知り合った仲間同士が、より交流を深めようという目的で、万能川流クラブ会放総監。2010年12月の69号より募集した、新しい名称から、万流ファンなら誰でも購読でき、この場でもっと交流しましょうという思いを込めて、 万能川柳、ファンブックと解消。制作は、毎日新聞読者室内万流クラブ事務局。1号から5号までは、村松友美白洲雅子中島らも伊住院生、林真理子など、中畑と親しい作家たちの書き下ろし川柳エッセイが、掲載された。主な連載に、ヒットメーカー対談、川柳と私、万能リレー書館。 100点招待席特典表、私の川柳解説、指定席作家の没く指定席、漫画レディ三3ヶ月の万能川柳などがあり、私の分析、マイコレクションなどの不定期コーナーもある。2006年からは万能川柳クラブ三賞を制定。万能川柳クラブが年間の入選王、特典王、周一王を認定し、共運者の集いで表彰することになった。 2007年12月発行の57号からは、常連投稿者が、講師や選者を務める万能川流教室や万流道場もスタート。2011年からは万流20周年を機に、三章や日々の万やなぎ活動などを緩和にした、年間万流王や、最優秀新人賞の選出も始まった。万能川流ファンブックの目玉として、ヒットメーカー対談がある。 対談の人選は、中畑側と万能川柳クラブ事務局が担当し、話し合いで決められる。中畑との対談と作者の代表作55句で構成される。ヒットメーカーに選ばれることは、多くの常連の夢であり、年間賞に選ばれること以上に光栄なこととされる。2021年10月現在、年間賞受賞者は138人だが、 ヒットメーカーは112人しかいない。万能川流作家の個人句集シリーズ。2013年7月発行の第1弾、水野武史300選を皮切りに、同年10月には、第2弾、伝説の万能川流作家、佐野よよいのすべて、2014年2月には、第3弾、宮本義則入選選区記念句集、三丁を発行。 万能川柳の得点制度で一定以上の得点を獲得し、中畑を委員長とする文庫制作委員会で認定された作家のみが制作することができる。毎年1回北九州市内で行われている川柳大会である。毎日新聞社主催、区会セブンティーン主管、北九州市などを講演。参加者の多くは万能川柳の投稿者と思われる。 通常、五つの台が設けられており、一人戦である。また、戦者陣は、全員満流の常連作家である。ありがとうございます。